バイナンスに2度目の警告ですね、ナミさんね。まあ私は個人的にバイナンスにものすごくね、疑わしいものを感じながらずっといるんですけども、でもね、今回はね、どちらかというと警告を発した金融庁に文句言いたいですね。公平に考えて、私がね、個人的にバイナンスはどうかなと思ってますけども、公平的に考えてね、世界での暗号通貨取引の標準はバイナンスなんですよ。だからバイナンスの方が暗号通貨の取引には長けてるし、いろんな安全基準は厳しいと思います。なのにね、この暗号通貨のなんか概念、その理解ではものすごく遅れてる日本のね、金融庁ごときがバイナンスに何を言っとるんやと思うところがあります。これ言ってみれば、Google に対してなんか情報流出の恐れがありますとか言って中小企業庁がねなんか警告発してるようなもんなんですよ。だから格が違うっていうのはやっぱりバイナンスほどのね世界展開してる、それこそ世界一のね暗号通貨の取引所ですよ。優秀なスタッフも多いでしょ。もうね新しいことにどんどん挑戦するマルチタスクな人間ばかりですよ。すごいなあ。そこにですねなんかね官僚組織金融庁、そして緊縮財政なんていうトンチンカンなことをやってるね麻生財務大臣率いる省庁、一省庁がねバイナンスに警告っていうのもまたわずでもいいとこですね。それはね、日本の登録をしてないって言いますけど もう登録する価値もないですよね。でこれは別にバイナンスが私たちユーザーに営業かけてきたって話じゃなくて、私たちユーザーが日本の取引所はしょぼい、やってらんねえ、だから勝手に世界中から一番安心で信頼できるバイナンスという取引所をね、そういった優れたところをチョイスして自分の責任でやり取りしてるんですよ、ね、だからほっといてくれという話ですよ、この的外れな警告は。というふうに思う部分もあるし、個人的にはバイナンス怪しいんだよな。だってこれ結局香港って言うけど中国にデータ渡ってんじゃんね。これは今の時代、なんかファーウェイじゃないけども情報や資産状況引っこ抜かれて、最終的にはねバイナンスの資産がロックされて全部中国の方に持ってかれるんじゃねえのみたいなね、そんなことすら感じてしまう。その2つの思いがあるな私はな。金融庁の味方もしたくないし、バイナンスはなんだろうなと思いますし、これからねまだまだ私も学んでいかないといけないってことですよね。ナミさんね、ニュースの方ありがとうございました。まあ警告が出たってことは重く受け止めなければなりませんよね、それから鎧ウォレットの詐欺も出てるし気をつけないと。それじゃあ行ってきます。